像していたより綺麗な場所。文章と実際の印象ってこんなに違うんだ。この辺りに素材になる薬草が生えてるんだよね。うん、この湿地の水は豊富な栄養を含んでいて、植物だけじゃなく水生生物にとっても理想的な環境で、オートの研究者たちは素材が必要になったらまずここを探しに来るとも言われています。調査しやすいよう拠点を構えようにも、土壌が安定しなくて工事も難しく。すみません、一人で喋りすぎですね私。うん、うん、大丈夫。確かにどこも歩きにくいですね。転ばないように気をつけないと。でも自然いっぱいで雰囲気は悪くないじゃん。それじゃ張り切って探索していこう。はい。そういえばさっき会ったオスカーさんもここに来るって言ってた。